方はどうなったの？ FMM プライムオンライン2022年6月16日岡山放送の報道。候補者が乱立する香川選の挙の区、野党の共闘が崩れた影響は？参院選ぶやつ投票まで1ヶ月。ええね。報道によりますと、7月10日の投開票まで1ヶ月を切った参議院の選の挙、香川選の挙の区では野党の共闘関係が崩れ、自民の現職を含めて8人が乱立する見通しとなっています。おもろ。その構図の背景をまとめました。角丸枝門が作った立憲の代表泉野健太さんは、野党もいろいろな方向を向いているので、あっちに気を使いこっちに気を使うと、立憲民主自身があっち行ったりこっち行ったりする、それはやるべきではない、まず立憲がこういう政党だと明確にする、あの悪夢の、いやいや現実地獄やったでーの民主政権の時の民主の連中、スタートメンバーは菅内閣の連中やから、我々日本国民にとっては残念ながら敵やと思うねんけどな。6月16日高松市で街頭演説を行った立憲の代表泉野健太さん、ちょっと余計なのを入れときますね。中央政界で野党共闘の鍵を握る人物が香川の地で支持を呼びかけました。参院選ぶやつ香川選の局で野党の方向性の違いが決定的になったのは2021年3月28日です。立憲の新人モテキってやつのコメント、一番大事なのは定期的な政権交代、いらんちゅうねん、そんなもん必要ないねん、あの悪夢の、いやいや現実地獄やったでーのミンスで懲りたっちゅうねん。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですけど、今現在の野党はオール酸っぱい悪い連中で、我々日本国民の敵でしかないです。鳩山の幸男さんがミンス作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてました。で、私は先人の書を紐解く前に、社会党系の実に偉いとされる名誉教授のおじいちゃんの先生とお仕事をさせていただくとても光栄な機会に恵まれまして、毎度毎度、これはね言えないんですけどね、先生言えない話はどうでもいいんですよ、言える話だけ教えてくださいって詰め寄っててんけど、もう苦痛で仕方がなくて、社会党って一体何なんって疑問がふつふつと、リスペクトできへんし、時は小泉政権か、小泉さんのことできらやってんけど、野党の連中もなんかおかしいし、どういうことやねんやろっていろいろ調べ出したんですよ。で、その時中の国の言葉、中国語も書かないといけない変な仕事がありまして、独学で書けるようにして、中の国の100度って書くバイドゥで検索とかしだしたんですね。なんとなく日本の政治家やジャーナリストが中の国でどのような活躍をしているのか見ないといけない気がして、で、そうこうしているうちに中国語検定3級受かったぐらいの低いレベルの文法がわかるようになってたんです。土井の孝子さんや村山の富市、社民の連中が中の国で待遇受けてる感じがしたんですね。お詫び暗夜とかしてて、なんやねんこいつらとか思って見てたんですけど、もちろん自民の地下2階さんの中の国の活躍とか出版なさっていることとか早期に知っていました。野党民主系は社会の窓主義、インターナショナル系、マルクソ系やなってだんだん分かってきたんですけど、前原の政治、原口を枝野やしれと自民に移った長尾の隆や長島蓮舫とかが頑張ろう日本国民協議会いうのに出入りしているのを見つけたんですけど、頑張ろう日本国民協議会っていうのはマルクソ主義青年同盟の方針で、極左なんよ。ウィキペディアによりますと、主張は新保守主義的で、新保守やで。マルセイド時代の、マルクソ主義青年同盟時代の、今朝は東思想とは正反対のものであるって書いたんねんけど、まあ大体保守とか言うてる奴らって、マルクソ的なんよね。私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクソやと思ってて、近寄らないよう、関わらないよう、見ないようにしています。カール・マルクソさんは本名をモルで書いて自由なおそうめん屋の会員で、底辺の人たち無産階級層ってのを束にして暴れさせる手法を編み出したおっさんやねんなって認識しています。資本社会、ともさん、あともさんって共産やねんけど、
3つの主義ありますよね。資本主義とか。あの3つの主義って世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、単に揉めさせるために作ったんやって私は主張しているんですけど、資本だけが自由に楽しく暮らせて、社会共産は必ず痛い思い、辛い思いをさせられます。我が国日本は資本主義国で敗戦国なので、日米同盟があるからなんとかなっているっていうことを念頭に置いて、反米をすり込んでくるやつは騙されたおバカさんなのか、マルクソ的な工作員なのか、どっちかわかんないけど、我々にとっては敵やから、お話聞かない方がいいですよ。アメリカの言いなりにはならないとか、日本共産党は、共産は共産、 C さんのところはポスターに書いてたけど、うちらは自分らの暮らしを守ることだけに専念して、共産国で行われてることは、まあそういうことするところやから、巻き込まんといてねって冷ややかに見てるといいんですよ。活動家の連中は、次は日本が危ないから言って、共産国で行われてることに同情させて一緒に戦わせようとするけど、ほっとけ、関わるなって言いたい。タイの湾に親近感を持たせようとしている人たちって、統一戦線工作やってるのちゃうかなって、引き気味に見ているといいですよ。統一戦線工作って、同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作で、我々日本国民としてやらないといけないことは、共産国で偉い目に遭っている人たちと一致団結することではないのよ。それはそれで、お気の毒やけど自分たちで頑張ってねって、引き気味に見るべきですよ。まずやらないといけないのは、野党の連中を壊滅させること。で、憲法9条に自衛隊を明記すること。ほんま、憲法改正の方がいいんやろけど、私は今現在、憲法改正、ちょっとやばいでって思ってるんです。なぜならば、日本の保守論客を言うて頑張ってらっしゃる方って、お隣の国、系の国、藩の国、関東も言うところの宗教メディアでご活躍の方たちだらけ。やんか。だから私、相入れない部分の方が多いんやろなって。そんなとこで活躍できるって、そういうことやねんやろなって避けてるんですけど、右も左も保守言うてる連中も、根っこが同じのマルクソさん、ちゃうのって見てるといいですよ。李登輝さん、タイの湾の。あの方一番最初、共産党で国民の総統になられた。天候組って、お染め屋さんや、コミテルにそうしなさいって言われたからちゃうの。友さんの悪いところを知ってるから、言うてんねんで、みたいなことおっしゃってたんかもしれんけど、それは信用したらあかんと思うわ。左の翼からこっち寄りになりました、右に来ましたとか言うてるやつだとか、そういう指令があったんかなって観察しておいた方がいいですよ。それと新しくできる政党、素人集団やし、ちょっと怪しいよ。日本のなんかをなんかする党とか、次世代がなかった次世代の党みたいな感じでまた現れてきてるけど、私は一切見ない、聞かない。しかしバックボーン、どういうベースの方なのかはちゃんと調べてます。あ、やっぱり統一系の世界日報に乗られてる方やねんなとかはちゃんと見ています。その上で、あ、これは聞いたらあかんわ。ええこと言うている。口では何とでも言えるし、頼もしく見えるのよ。私が日々語っていることって、陰の棒の論とかではないからね。辞書レベル、百科事典レベルですからね。先人の書を紐解いて歴史の真実を見たところで、基礎ベースがないのでようわからんから、辞書、百科事典見て、あ、なんやここに書いてあるやん。という程度の話やねんけど、頭の悪い陰謀論とか言って切り捨てようとするインテリぶったおバカさんのせいで、えらいことになっていくんよね、日本は。